ハルロス・フィリペ・シメネス・ベロは、前東ティモール司教、サレジオ会士。1948年、東ティモール東部、ワライマカ村に生まれる。首都ディリの昇進学校、大宮学校を卒業。1979年から1981年まで、ローマの教皇調律、サレジオ大学に学ぶ。1980年、リスボンにて、司祭除会。 1983年、東ティモールの強行行政官に任命され、ディリに赴任。1988年に、司教助会。占領インドネシア軍による人権侵害から住民を守る役割を担うようになった。1989年、シメネスベロ司教は、当時のハビール・ペレスでクエアル国連事務総長に宛てて、国連監督下の住民投票の実施を求める。 書簡を送った。書簡でシメネスベロ司教は、東ティモール人が自決権を行使する機会を与えられていないこと、このままでは、東ティモール人は民族として死に耐えてしまうことを切々と訴えている。この書簡は、大きな反響を呼び、中でも、日本の相馬忍司教は、アジアオセアニア地域の教会関係者に、シメネスベロ司教応援を呼びかけ、同年。 集まった5名の数奇教、122名の大司教、司教を含む1257名の署名を携えて、国連非職民地化特別委員会でシメネスベロ、司教支援の陳述を行った。署名は国連事務総長に提出された。シメネスベロ司教は宗教家として政治問題への発言を控えてきたが、1995年から始まった、いわゆる 全東ティモール人包括対話で大きな役割を果たすことになった。この包括対話は国連が便宜を図って東ティモール域内と海外の東ティモール人、指導者たち約30人を一堂に集め、東ティモールの現状と将来について議論し、宣言をまとめるというものである。シメネスベロ司教はそこで併合派、抵抗派の両者から尊敬される人物として、 対話成立のキーパーソンとなった。1996年、司教として東ティモールの独立に尽力した業績により、東ティモール独立革命戦線国連代表のジョゼラモスホルタと共に、ノーベル平和賞を受賞した。2002年、病気療養のため、東ティモールでの司教職を退き、2004年より、選教師としてモザンビークに赴任している。ありがとうございます。